澳洲的开始哦。上次是到一个礼拜前玩的，六个小时了。自动哪一刻啊？这刻。こんな時間にどうかした？いや、なんとなく話がしたくなって。迷惑だったか？別に迷惑ってことはないわ。あんたと話すことは私のためにもなるんだし。先輩とは会ってきたのよね。ああ。何の話をしたの？何って、お前とのやり取りについて報告をしただけだが。それだけ？どこかへ誘ったりは？まだそんなこと言ってるのか。イヤジョーさんに言ってみろ。また怒られるぞ。だってようやく先輩にも運が向いてきたかもしれないんだもの。せっかくのチャンスをつかんでもらいたいでしょ。なあ、ちょっと相談なんだが、消息不明になった人を探すにはどうすればいい？ずいぶんと唐突ね。身近でそんな話があったんだよ。でも自分たちじゃどうすればいいのかわからなくてな。詳しく教えて。それが。ことなの？俺だけの問題じゃないからな。それで相談に乗ってくれって言われても無理がある。だよな。一般論でいいんだ。意見を聞かせてくれるだけで。そうね。一番いいのは警察に行くことね。あとは更新所に頼むとか、過去の新聞記事を当たるとか。あ、でもそういうことはもうやってるか。我们打开内容。征信社对企业或个人进行调查，公司主要的业务是针对结婚对象或者往来公司的信用调查或是外遇调查等。どうかな。どうかなって、まさかそんなこともやらずに探そうとしてるの？俺も今日聞かされたばかりなんだ。後で確認してみる。アメリカなんかではダウジングや投資で人探しをやるなんて人もいるよな。あんな何の科学的根拠もないものを信じるとでも？いや、言ってみただけだ。よかった。もしそうだとでも言ったら二度と話なんかしないところだったわ。ありがとう。参考になったよ。見つかることを祈ってるわ。ああ、それと
いや、なんでもない。何よ、気になるでしょ。本当になんでもないんだ。それじゃあ、今日はこれで。どう？父さん、何か手がかりはあった？いや、残念ながらこっちは何にも。そう。一つ聞くが、警察には行ったのか？うん、一応行ったんだけどね。でも捜索願いなんかは出してない。僕の方でも昨日軽く警察のデータベースにハッキングをかけてみたんだけど、それっぽい情報は出てこんかったよ。だろうな。つうことはオカリンも見てみたん？ダルのように内部情報を見たわけじゃないがな。でもさ、一見平和に思えるこの世界でも、身元不明者や行方不明者ってたくさんいるんだね。ん？オカリン、どっか行くん？もうちょっと調べてみようと思ってな。ありがとう、オカリンおじさん。別に、これくらい大したことじゃない。ううん、それでもありがとう。国会图书馆，日本唯一的国立图书馆，有东京本馆、关都关西馆、京都关西馆，并在全国设有分馆。一般来说，国会图书馆是一般来说讲国会图书馆时，大多是指位于东京都千代田区永田町一丁目的东京本馆。日本国内出版的所有出版品都有馆藏，一般民众皆能阅览，但是无法借阅。就能在里面看吧，只是不能带出去。どうかした？お、何？いや。ねえ、昨日よりさらに疲れてるみたいだけど、大丈夫？ああ、そう見えるか。声のトーンがいつもより低い。結膜に多少の充血も見られる。もしかして、昨日言ってた件を調べてたの？まあな。バカね。そんなことなら私に言ってくれれば簡単にことは済んだのに。どういうことだ？私ならネットワークに接続してオンライン上の情報をリサーチすることができるでしょ。あ、そうか。
なら少しやってみましょうか。すぐにできるのか。それほど時間はかからない。それじゃあ頼む。わかった、少しだけ待ってて。もう結果が出たのか。ネットワーク上で検索してみたけど、1998年以降、椎名かがりという名の女性が何らかの事件や事故に巻き込まれたという情報は得られなかった。同姓同名の人物は3名ほど検出。ただ年齢を考慮すると、その人物があんたの探している人である可能性は限りなく低い。ご要望ならその人物のデータを後でメールで送るけど。いや、いい。それじゃあ私にできることは以上かな。あとはあんたたちにしかできないやり方で探すしかないわね。俺たちにしかできないやり方。その人物がいなくなった場所の近辺で地道に情報を集めるの。究極的にアナログな方法だけどね。やっぱりそうなるか。にゃにゃキャーじゃなかった、オカリン。やっぱりオカリンだにゃ。こんなところで何してるんだにゃ。フェイリス、それに。こんにちは、岡部さん。我猜对了，那我旁边应该是那个。珍しい組み合わせだな。ついさっきそこで会ったのにゃ。そしたらルカニャンが荷物いっぱい持ってたから、そこまで手伝ってあげることにしたのにゃ。ねえ、ちょっと。うん？今、何か聞こえませんでしたか？いや、これは別に何でも。还装哦。然后某人就生气了。ちょっと、聞いてるの？ねえ。また聞こえたにゃ。もしかして、さっきオカリンが話していたのはそれかにゃ？いや、これは…電話中だったのにゃ。ああ、ちょっと知り合いに相談事をな。相談ですか？そういうことだったんだにゃ。後ろから見たらオカリンが一人でブツブツつぶやいているように見えたから、ちょっと心配したにゃ。でも水臭いにゃ。何か困ったことがあるならフェイリスたちにも話してくれればいいのにゃ。そうです。僕じゃお役に立てないかもしれないですけど、でもお話くらいなら。ありがとう。でも大したことじゃ。実は今人を探してるんだが。人ですか？その子がどうして行方をくらませたのか激しく疑問だにゃ。すまないが、そのあたりの事情は話せないんだ。むにゃーん。そういう話に心当たりはないかだけでも聞いてもらえれば助かるんだが。とりあえずフェイリスの方は黒木に聞いてみるにゃ。あとメイクインニャンニャンのご主人様たちにもそれとなく聞いてみるにゃ。僕の方もお父さんと、それから氏子の方たちにも聞いてみます。悪いな、そうしてくれると助かる。
それはそうと、ルカ子、その山ほどの荷物はどうしたんだ？あ、これはその、昨日お父さんのお客さんが来るっていうお話はしましたよね。実はそのお客さんの一人がしばらくうちに滞在することになって。それで必要なものを買い揃えていたそうにゃ。それは大変だな。いえ、僕もちょっと楽しいですし。あんまりのめり込みすぎないようにするんだぞ。いや、遠慮しておくよ。お客さんだっているんだろう。そうですけど。それにしても、この荷物、いくらなんでも一人で運ぶには無理があるだろう。僕だって、最近は少し力がついてきたんですよ。今日も、岡部さんに言われた素振りだって、精神残魔流か。这是无印的东西。清心斩魔流，凤凰院修真，传授给秋叶原驻防士兵墨一的七元流华的封魔专门剑法，也是一直沉睡在七元流华体内邪恶之火的精神统一法，借由妖刀五月雨能让他发挥真正的力量。奥义之一有三十二式阴宝，就是这样的设定，反正就是中二的东西。すみません。ルカ、帰ったのかい？はい、今行きます。それじゃあ、俺はこれで。あ、はい、ありがとうございました、岡部さん。でも水臭いにゃ。何か困ったことがあるならフェイリスたちにも話してくれればいいのにゃ。そうです。僕じゃお役に立てないかもしれないですけど、でもお話くらいなら。まったく、なんで私がこんなリポートしなきゃいけないのよ。何でもいいから仕事をよこせと言ったのはお前だろう。確かに言ったけど、だからってこんな事件。落ちぶれた生意気な女優崩れを使ってやろうってんだ。今所それだって文句言われる筋合いなんじゃない。なんですって。
それともここでも仕事をほっぽり出して逃げ出すか。何もかも中途半端で、そんなことだとガキの真剣も取られちまうぞ。それで現場は？その茂みの奥だ。このように国内において行方不明になっている研究者は今年に入ってから5名、そのうちの3名についてはアーティフィシャルインテリジェンスの研究を行っていたとされており、その背後には人工知能技術の発展に反対する原理的宗教主義者たちによる活動も影響しているのではないかとみて、当局ではさらに捜査を続けている模様です。続きましては現場からのリポートです。ジェシカ、こちら現場のジェシカ・エドモンドです。今朝早くこちらの現場で発見された遺体に関して、当初人間のものと思われておりましたが、その後の警察の調べによりますと、それがチンパンジーやオランウータンといった複数の猿の死体であることが分かりました。ただしこれらの遺体について一部脳および頭部が欠損しているものもあるとのことで、警察では猟奇的事件として地域住民への警戒を訴えており、なあ岡部、お前この後授業は？いや、今日はもう終わりだよ。そっか、じゃどっかで飯でも食ってく？どうせまたカレーだろ。キッチン東海か。キッチン東海、虚構的。位于神保町的老字号新餐厅，因为 CP 值很高，白天总是坐满上班族和学生，尤其他的咖喱饭最受欢迎。那我刚被叫了一下。昨日ちょい臨時収入あったから、今日は豪勢にモンディかな。梦地也是虚构的，位于神保町的咖喱专卖店以浓郁的欧式咖喱出名，但是价位对于学生的荷包很伤，副餐薯条可以吃到饱。俺はやめておくよ。今月ちょっとピンチだし。そっか。じゃ。また今度な。あ、さてと、それじゃあ帰って。レス記念教授？いない。今度教授に会ったら聞いてみよう。話を聞いたにゃ。おさげの幽霊？
にゃ。なんでもその幽霊は何年かに一度現れて小さな女の子を見なかったかと探し回っているそうなのにゃ。看那个就是那个淋雨啊。その姿が変わらないから最近になっておさげの幽霊だって言われてるにゃ。裏世界ね。そういえば、私が後ろ歩きしなくちゃいけないでしょ。横に動きなさい。为什么不打过去？打过去可能会再闹别扭。嗯，考えてみたらさ、これまでだって鈴葉がそれなりに探してたわけでさ、それを僕ら素人が今すらまた蒸し返したところで新しい発見なんてあるわけないんだよな。手伝ってくれてありがとう。これ以上無理はしなくていい。捜索は私だけで続行するよ。いや、ちょっと待って鈴葉、僕が言いたいのはさ、父さんたちに無理させるわけにもいかないから。かがりの件は私の責任なんだし。バカ言うなよ。子供の責任は親の責任だろ、上皇。父さん。哎，今の我刚没开到麦。常考用常识判断的简称，网络流行语。那是达鲁的口头禅。然后这个台湾不太会用。どう？かなりパパっぽかったと思うんだけど、なんならパパ大好きって言って抱きついてくれてもいいのだぜ。僕が言いたいのは、ただむやみやたらに探したところでダメだろってこと。じゃあどうしろと言うんだ。餅は餅屋って言うでしょう。こういうのはやっぱ専門家に頼むのが一番だと思うんだよね。専門家？
こういうのはある程度裏の世界の情報にも精通してる人に頼むのが一番だろ、ジョーコー。心当たりがあるの？ちちち、父さんを甘く見ないでほしいな。僕はオタだけど顔は広いのだぜ。横幅も広いけどな。茶化すなっつーの。っていうか本気で言ってるのか。本気で裏の世界の人間とやらにつながりがあると。ちょっと連絡取ってみる。そういう人物が本当にいるのなら頼んでみてもいいとは思うが。よし、送信と。あとは返信が来れば。ん？お？え？もう返事が来たの？うん、今からそっちに向かいますって。ずいぶんと話が早い相手だな。遅いよりはいいんじゃね。不会是闪光指压师吧。我要接 S 六华。もしもし、六花子か。上次他有传说有没有空？実はその僕岡部さんに相談したいことがあって。相談？今からお会いしてもらえないでしょうか？今から電話じゃ言いにくいことなのか？はい、少し。悪い。これから客が来ることになっているんだ。我也很有兴趣到底是谁。その後からじゃダメか？その後は僕も用事があって。そうか。それじゃあ。はい、どうぞ。悪い、ルカ子。お客が来たようだ。後で連絡を。な、こいつ、また。我觉得我猜对、果然是你。岡部さん、どうしたんですか？岡部さん。お茶どうぞ。どうして。どうしたの、カリン。いや、顔色悪いよ。大丈夫？気にしないでくれ。それよりもダル、説明してくれ。
ああ、この人はキリウシ。ヘンプロのライターさんだよ。编制所，编辑制造制作所的简称，负责承包各式各样出版社的企划编辑业务。キリュウ、モエカです。アクリライト。这是虚构的名词，位于秋叶原的编制所，主要的业务是编撰 PC 类的杂志稿件等。那ダル、お前はどうしてこの人と知り合いに？前にさ、キリウシの担当してる雑誌で秋葉関係の都市伝説を扱った特集があったんだよね。都市传说主要指二十世纪之后，根据不明或暧昧的传说与怪谈、超自然现象、民间传说是不同的。不过最近这个定义也变得暧昧起来，有令人莞尔一笑的小故事，也有可怕的悬疑故事。有许多都市传说都被说的像是实际发生过一样。具代表性的内容有厕所的花子，或是洗大体的打工 NIB 等。時に僕のバイトのこと取材したいって申し出があってさ、僕のバイトってほらあんま大きな声で言えないやつしょ、だから取材に関しては丁重にお断りしたんだけど、ただ僕って普段から足がつかないようにかなり注意してるんだよね。なのにキリウシはその僕にたどり着いた。それが気になって、で、会ってみたらこの通り、すげえ美人さんだったわけだ。都市伝説を追う美人ライターとか、燃えざるを得ないだろう、上皇。まあ、専門ってわけじゃないけど、秋葉についてはかなり詳しいみたいだし、結構裏の方の事情も知ってるっぽいから、頼んでみるのもありかなって。人探し、そう聞いた。うん、実はね、12年前に秋葉でいなくなった女の子を探してほしいんだよ。つまり、そのシーナ・カガリという人を探せばいいの？そういうこと、どうかな？やってみてもいい？マジ？でも、見つかるかはわからない。もちろん、その場合はしょうがないよ。じゃあ報酬は成功報酬で、その他の必要経費はこっちで持つってことで OK？ 問題ない。オカリンもスズハもそれでいい？私は手伝ってもらえるなら文句はない。俺も構わない。じゃあ契約成立ってことで一つ。
おじさん、本当に大丈夫？大丈夫だ。少し緊張しただけだから。おじさん、さっきの桐生萌香って人のこと知ってたんだね。え？マジで？オカリンいつの間に？どうしてそう思ったんだ？見ていればわかるよ。いや、知らない人だ。アルファ世界線では知ってた。他真的很会。これ以上は聞かないけど、私なりに警戒はしておくよ。それでいい。今はな。一体何のこと？緊張したっていうことさ。わかるわ。キリュウ氏は美人で巨乳でスタイル抜群でメガネ属性まで持ってるもんな。しょうがない。そうだな。何の話だい？そんなに驚くことないじゃないか。教授、戻ってたんですか？ついさっきね。それにしても日本のコンビニは食べ物の種類がいっぱいで本当に素晴らしいね。毎日違う弁当を食べても1週間もすればすぐに新しい弁当が出る。しかも店によっても味が違うから毎日コンビニでも飽きないよ。コンビニのお弁当ばかり食べていると栄養偏りますよ。それでもアメリカの食事に比べればかなりヘルシーだよ。第一、食事についてのお説教だけは魔法には言われたくないね。ところで何をプロに頼むって？ああれはそのなんでもないです。なんでも。そうかい。私でできることなら力になるよ。ありがとうございます。その時はお願いします。魔法、どこへ行くんだい？気分転換も兼ねて秋葉原に行こうかと。気分転換で行くにしては随分遠いね。ウィンターローに会いに行くと素直に言えば許可しよう。そんなんじゃ。違うのかい？ついでに会いに行ってもいいですけど。
違いますからね。そういうのじゃないですからね。私はまだ何も言ってないよ。というわけで今日は研究は休みます。ウィンターローによろしく。っていうか、ああいうのもセクハラよね、今の世の中じゃ。気のせいよね。お願い。岡部さん、助けて。もしもし。もしもし、岡部さん。私、ヒヤ城です。今、あなたのラボのすぐ近くまで。あ、是谁把他抓走啊？完全，これは没有线索。報告書。どう？おじさん。やっぱりそう簡単に見つかるもんじゃないな。そう。カガリ、どこで何してるんだろう。ん？どうしたん、オカリン。なんか有力な手がかりでもあったん？いや、そういうわけじゃないんだが。見せて。調査の中で一つ興味深い事実が浮かび上がった。この1、2ヶ月の間で椎名カガリという名の女性を探している人物が私たち以外にも存在するらしいということ。どういうこと？読んだままの通り。这个是真反打来的吧？悪い、ちょっといいか。もしもし。もしもし、岡部さん。私、ヒヤ城です。
どうした？ヒヤジョーさん。今、あなたのラボのすぐ近くまで。ヒヤジョーさん？ヒヤジョーさん、どうした？オカリン、何かあったん？知り合いが誰かに襲われてる。ちょ、マジ？知り合いって誰？最近的武器刚看有一只猫爪，应该不是吧？好小只哦！啊，那个未来工具那一支光剑啊！哦，那岡部さん。おい、ヒアジョーさんを話せ。その子は还是他妈妈。話せ。感觉不太像奇怪的坏人。会不会是他妈妈？もう一度言うぞ。その子を。違うの、岡部さん。おお。Are you Maho's boyfriend? はあ？あ、ちょだから違うって言ってるのに。それじゃあ、この人はヒアジョーさんの知り合いなのか？ごめんなさい。私が早とちりしたせいで。 I'm Judy Judy Reyes. Pleasure meeting you, Mr. Okabe. Nice to meet you. 日本語でいいわよ。那你在那边秀什么英文啊？教授って日本語喋れたんですか？原来不是那个。妈妈実はね。知らなかった。でもどうして？ママ、因为女も私くらいの年になるといろいろあるのよ。所以看起来只是认识而已。それじゃあ改めて、ジュディ、ジュディレイですよ。よろしくね。但也不能不怀疑说他不是寻亲者。レイエス教授は今度日本で開かれる AI 関係の学会に出席するために来日したんですって。教授っていうことはビクトル・コンドリア大学の。サイコフィシオロジーを研究してるわ。サイコフィ、精神生理学のことよ。つまり脳の活動によってもたらされる心の働きとか心の病気なんかについての研究をされているの。そういう意味では私たちの研究よりもずっと人の役に立つ研究をされていると言っていいかもしれないわね。そんなことないわ。あなたたちのアマデウスだってこれからの発展次第では十分に役に立つ技術になるわよ。そう言っていただけると嬉しいです。でもレイエス教授も人が悪いですよ。駅からつけてくるなんて。つける？魔法？私が？ええ、後ろをついてきてましたよね、ずっと。そんなことしてないわ。私はさっきそこのショップでたまたま魔法を見つけたからちょっと驚かそうと思っただけよ。所以还有另外一个人在跟踪他。ヒアジョーさん、つけられていたのか？
確かにそう感じたんだけど。レイエス教授、誰か怪しい人物を見かけたりは？じゃあ私の勘違いだったのかしら。きっとそうだわ。だって日本は世界一治安のいい国でしょ。マホはこの後どうするの？私は なるほど、そういうこと。それじゃあ私は行くわね。ウィンタルもそのうちゆっくり話しましょ。バイ。というわけで、彼女がヒアジョーさんだ。ほら、前にセミナーで会ったって話したことがあっただろ。お騒がせしてごめんなさい。ま、でも何事もなくてよかった。すまん、どこまで話したんだったか。他にもカガリタンを探してる人間がいるって話。そう、それだ。それは本当なんですか、キリュウさん。本当。それがスズハという可能性はないんだろうか。それは私も考えた。でも探していたのは男の人、中には外国人も。こっちでカガリと関わりがあるのは私だけだ。それなのに一体誰が。シーナ・カガリはこっちに来てもう12年にもなる。その間知り合いができたとしてもおかしいことじゃないな。つうか、むしろ誰かの世話にならないと生きていけないっしょ。つまりこの報告からわかるのは、シーナ・カガリを知る何者かがここ最近何らかの理由から彼女を探しているということと、少なくとも最近まで椎名かがりは生きていたっていうことだ。あ、そっか。どうする？引き続き調査をお願いできますか。分かった。ちょっと知人をな。ねえオカリン、今天大概几点回家？有什么事吗？我遇到伯母，她拜托我帮忙做晚饭，忙，因为她被叫去参加商店街的聚会，正在烦恼晚餐要怎么办。马尔西提议要帮忙做饭，他就交给我了。你可以吗？真由里也很忙吧，不要勉强自己哦。我记得真由里的料理是黑暗料理，完全没问题。我也煮很好吃的晚餐，所以你要早点回来哦。哦，我觉得你不要回来了吧？这样啊？真的吗？你是认真的？我等你回来哦。呀，拜！不要回家了啊。
それじゃオカリン、そろそろ冷や上司のことを詳しく詳しく網路流星雨吧详细希望詳しく的简写其实我不太用不太会用这样的写法用在希望对方详细说明时台湾应该也没这个习惯詳しくって言われても前に説明したぞたとえば冷や上司がこのラボのメンバーに加わってくれる的な超展開はありますか超展開欸这样子会不会真反跟那个林雨他妈妈叫什么名字突然想不起来林雨他妈妈叫游记会不会然后郑明沟会不会这三个也加入 LABO 好、哦、超展开在游戏小说或动画等的故事中完全无视前面的铺陈或伏笔剧情突然往出乎意料的方向发展的情形类似剧场用语中的天外神机舞台机关送出来的神由于剧情发展实在太超出想象让读者或观众目瞪口呆跟不上进度ないだろうじゃあせめて魔法担当呼んでもいいですかつか呼ぶ魔法担あれ名前間違ってたそうじゃなくてその変な呼び方に引っかかったのでも魔法担は魔法担って感じじゃんなおかりん俺に振るなとにかくその呼び方はやめてだが断る完全それでヒアジョンさん今日はどうしてラボに俺ここのことは君に話したかなアマデウスに教えてもらったわ今日は本来は話したいことがあったのだけれどまあいいわ噂のラボを見ることができたしそれに、なんだかあなたたちも大変みたいだからひょっとして、あいつ、怒ってたかええ、とても怒ってたわ連絡しても出ないってえ投稿ちょ、なになにそれ何の話別に浮いた話じゃないから、いちいち反応するなって岡部さん、やっぱり辛いの？だったら、テスターやめてもらっても。あ、いや、そういうわけじゃないんだ。ただ。また気が向いた時にでも話してあげて。あの子も寂しがってるわ。わかった。もしかしてクリスマスパーティーの話か？うん。楓さんとふぶきちゃん用ができちゃったって。フェリスちゃんはお仕事で、ナエちゃんも店長さんと過ごすことになってて、ダル君はユキさんと遊びに行くんだって。結構なことじゃないか。参りもクリスマスは家で過ごした方がいいんじゃないのか？この前、おじさんがケーキを予約してたぞ。お父さんに会ったの？家の近くでばったりな。
マユリをびっくりさせるために大きいのを予約するんだって張り切ってた。那你在那边讲什么？そっか。じゃあその方がいいね。あ、言っとくが、今のは聞かなかったことにしてくれ。せっかくのおじさんのサプライズだからな。うん、わかったよ。でもオカリンはどうするの？クリスマス。特に予定はないかな。うちはもともとそういうことする家でもないし。確か看来サンタさんにプレゼントが欲しいって言ったら、朝枕元にお野菜が置いてあったんだよね。どう見ても前の日の売れ残りのな。クレームをつけたら、うちはキリスト教じゃねえって逆ギレされた。クリスマスが終わったらお見舞いがあって、そしたらもうお正月。一年あっという間だね。そうだな。そうだ。ねえオカリン、クリスマスパーティーはできないけど、お正月パーティーをするのはどうかな。みんなで初詣に行って、それからおせち料理を食べて、今年もよろしくって言って。ああ、いいんじゃないか。だよね、だよね。うん、じゃあ後でみんなに聞いてみるね。さてと、マユシーはこれからお買い物に行ってきます。買い物？うん、ふぶきちゃん用のコスでね。急に小物が必要になっちゃって。そうか、気をつけて行ってこいよ。うん、そうだオカリン、ルカ君がね、オカリンに何か相談があるみたいなの。あ、一次传讯息一次打电话、不知道什么。分かった、こっちから連絡を取ってみる。ルカ子のやつ出ないな。どうぞ。こんにちは。直接来。ルカ子。よかった。岡部さん、ここにいてくれて。すまない。この前の件すっかり忘れてたんだ。それでさっき電話したんだが。え？あ、本当だ。ごめんなさい。僕の方こそ。気づかなくて。いや別にいいよ。それより寒いだろ、入ってくれ。あ、はい。あの岡部さん、その相談の件なんですけど、実はその前に会ってもらいたい人がいて連れてきたんですけど、不会就是最いいですか？够吧。会ってもらいたい人？
我觉得有可能是他。はじめまして。等下，胸部也太大了。クリス，果然是这么高。よろしくお願いします。真的长很像，长大了。どうぞ。ありがとうございます。似てる。你第一眼看到那边哦，那个立绘实在太明显了。岡部さん？我，いや、それで、ルカ子。所以你商量那么久。ルカ子？想商量那么久的事情是那个。俺はそう呼んでるんです。その女の子みたいだから。そうなんですね。で、ルカ子、この人は？その前に話したことがありましたよね。お父さんのお客さんが泊まってるって。ああ、聞いたけど。それじゃあもしかして彼女が？你这么容易就找到？はい。主角は、那为什么早点联络？ルカ子の父親の知り合いというから、てっきりもっと年配の人かと思っていた。あ、違うんです。正確に言うと、お父さんの知人が連れてこられた方で。おお。それで相談というのはこの人についてなんですけど、その前に名前を教えてもらってもいいかな。いつまでもこの人じゃ話しにくいだろ。実は相談というのはそのことなんです。この人が誰なのかを、その、知るにはどうしたらいいでしょうか。待ってくれ、ルカ子。それはどういう。記憶喪失なんだそうです。記憶喪失？何怪よ。何怪会、はい、都没有印象。名前も？はい。どこの誰かも？はい。どうして？わかりません。でも、どうして俺に？岡部さんなら、記憶を取り戻すいい方法を知っているんじゃないかと思って。ほら、岡部さん。よく人間の脳とか記憶とかすごく難しい話をたくさんしてたから。何でもいいんです。私が自分のことを取り戻せる方法があれば。ま、待ってくれ。確かにそういう話はしていたが、それはただ興味があるだけで、専門的なことは何も。そうですか。だったら何か身元を調べることはできないでしょうか。カナさん、本当に辛そう。
袖。カナさん？仮の名前だからカナと、ルカさんのお父さんが名前がないと不便だからって。ずいぶん安直だな。いつまでも名乗る名前でないのだから、それくらいの方がいいと。岡部さん、なんとかならないでしょうか。せめて名前だけでも分かれば。なんとか力になってはやりたいが、やっぱり更新所なんかに頼んだ方がいいんじゃないのか。更新所？探偵さんみたいなものですか。ああ、でもそれだって何か手がかりのようなものがないと厳しいだろう。財布とかカバンとか持ってなかったのか。そういったものは何も。何も？別に大したものじゃなくてもいい。一つくらいありそうなものだけど。一つだけ。ただこれが手がかりになるのかどうかは。那个真有力量娃娃。見せてもらっても。はい。あれ、もしかしてお客さんかな。あ、まゆりちゃん。ルカ兄さん、そちらの人は？哇，长大到连英语都认不出来。不怕，我想起来了。可是这东西林宇会认得吧？でもこのウーパいつ頃のものかな。ずいぶん古いみたいだけど。雷王录像是应该是无印的。虚构在 Local Local 漫画上连载的以网络为题材的超红漫画，现在它的 TV 动画系列第三季于每周日上午九点起在东视频道好评播放中。 那原本应该是东京电视台啊，东视会很像台湾的频道。虽然作品氛围及角色作画风格让人乍看之下像是给小孩子看的作品，但其实它拿掉了奇幻要素，主题描绘出前所未有的真实性，所以不仅限于小孩，而是连大人也能共同观赏的作品。これ、もともとは緑色だったんじゃないかな。だってこれ、森の妖精さんバージョンだもん。森の妖精さん？この前やってた映画に出てきたんだ。あ、ほら、マユシーも持ってるんだけど、ここのところのデザインがちょっとだけ違うの。このキーホルダーね、なかなか売ってなくてずっと探してたんだ。そしたらこの前ルカ君も見つけて買ってきてくれたのね。うん、たまたまお店を覗いたら売ってたから。しかし妙だな、この前の映画のグッズなら発売してすぐのはずだ。こんなに古くは。
丈夫ですか？他应该是认得淋雨了吧？具合が悪いのか？大丈夫。そうだ、何か冷たいものを。スズホ？淋雨应该也因为无法认出来了。嘘？嘘？それ、そのウーパー。どうしたんだ、スズホ？私は知ってる。そのウーパー、それ。ん？おい、スズホ。12年后，所以是22岁。お前、差不多。加賀、里。お前は加賀里、椎名加賀里なのか？那应该是记忆冲击。轨道秩序的日食，我先存档，虽然有 quick save 了，因为我看完一张了。嗯，今天想先休息了，先这样好了。下次再开，然后，哎，我这边是写未定啊，就我看一下，我应该写未定的。哦，应该是字的关系，不是。未定，嗯，这样子出来，嗯，就下次开不一定什么时候，因为我印象中我最近会晚班，然后明天有 GBF 盛放，所以应该是不会开。好，今天就到这边，我来开一下。